はい、始まりました。ハイチのダラダラジオ第145回でございます。で、あれみたいな、ね、風に思う方も多いかもしれないんですが、曜日が違うんですよね。これ緊急でちょっと撮らせてもらってまして、で、テーマがね、4年間のありがとうって今回書いたんですけど、これ、書いてから若干勘違いさせる気がして、ちょっと先に訂正をすると、YouTube の活動やめるわけじゃないですからね、引退しますみたいな、そういうわけじゃなくって、今日6月1日は、自分が動画投稿を始めた日なんです。2012年の6月1日に初めて勉強動画をアップしたので、今日で丸4年が経過しました。つまり5年目に突入したんですけど、で、本当は、今週末のダラダラジオの時にも、でもいいかなと思ったんですが、せっかくだし、やっぱり、記念日と言ったらちょっとね、大げさになるかもしれないですけど、自分にとってはすごいこう、節目の、日では大切な、ね、日でもあるのでちょっとダラダラジオを緊急で撮らせてもらっております。ちょっと振り返っていろいろなんかね思うことかんのダラダラ話そうと思ってるんですけど、もしよかったらお付き合いください。前回に引き続きね勉強関係なくて申し訳ないんですが、もしよかったらお願いします。では改めまして今日でね4年間が経つこととなりました。月並みな表現になりますけども、本当に見てくれてる皆さん、そしてね、いつもコメントくださってる皆さんのおかげで、ここまでね、走ってくることができました。本当にありがとうございます。よくね、こう、コメント欄で、こう感謝の思いとかをね、あったかいコメントとか、たくさん今いただけるんですけど、もう自分からしてみたら、本当にみんなへのありがとうの気持ちしかないんですよね。で、なんでかっていうと、やっぱり YouTube って、楽しい動画とかさ、笑える動画とかの方の方が多いじゃないですか。みんなもよく見ると思うんですけど、自分も見ますしね、そういう動画をたくさん。でも、そういったね、たくさん面白かったりとか、元気が出たりとか、笑える動画がある中で、ここで勉強しようって言って、クリックをして見てくれてるわけじゃないですか。で、見てくれて、しかも、まあね、高評価、低評価いろいろありますけど、これ高評価押してもらったりとか、ね、あったかいコメント、ね、わかりやすいですとか、テスト上がりました、受験受かりましたとか、いうコメントがねもらえて、もうそれに元気づけられてエネルギーをもらってこの4年間もう走ってこれたのね。ちょっとオーバーに聞こえるかもしれないけど、みんなからのコメントがなかったらやめてた、途中で多分続けてこれてない、ここまで。で、なんでか特に1年目がそうなんですけど、始めた頃ってまあ今もね、勉強動画ってあんまり多くないですけど、YouTube。けど、全然なくって、その時。そう。なんか、教材の宣伝とか、塾の宣伝とかね。そう。通信教育の宣伝とかのね、動画はちょこちょこありましたけど、まあ自分みたいなやつはなくって、で、すっごい叩かれたの。今より叩かれたからね。今のが少ないですもん、まだ。そう。で、何叩かれたかっていうと、もうまず、YouTube で勉強するやつなんかいねえよバーカって言われちゃう。めっちゃメールとかね、で送られてきてたりとか、あとは教育関係の仕事されてる方なのかな、一応自分では教育者と名乗ってましたけど、その方たちは学校、まあ自分は学校で習う勉強をアップするじゃないですか、教科書に沿ってやっていくので、で学校で勉強するべきものをこんなところ、そう、こんな汚れたところって書いた人います。今でも覚えてるけど、こんな汚れたところにアップするんじゃないよと、そう、何やってんだお前はみたいなね。とかを、まあ、たくさんこう、ね、受けてて。で、今はさ、さすがにもうやっぱり長くやってるので、ある程度のアンチコメントとかは全然もう気にしなくなってるよね。まあ、慣れって怖いなとは思うけど、そう、気にしないでいられるんですけど、でもやっぱ当初は、そう、綺麗事に聞こえるかもしんないですけど、もともとこの活動をやるのは、その塾講師の時に、教育格差、があるんですよ。で、簡単に言うと2つあって、ざっくり言うと、まずは所得格差、お父さんお母さんの収入によって塾に行かせられる子、行かせられない子が出てくるんだよね。高校も私立に行かせられる方もいれば、行かせられない方もいる、出てくるわけで、でやっぱり自分は個別指導塾にいたんで月謝が高かったので、結構その友人でね、友達で紹介で連れてきてくれるんですけど、やっぱりお金の話をするとどうしてもちょっと厳しくなっちゃうとかいう方もたくさん見てきたので、こう保護者の方の収入に格差があるって当たり前じゃないですか。そんなしょうがないし。だって企業が違うわけだから。ね、職種も違う、仕事も違うし。でも、それが、
子供たちが選べる教育の差になるのがちょっと納得いかなくって、で子供たちがお金もかからず自分の意思だけでやりたい時に勉強できるようになんないかなってずっと思ってて、行き着いたのがこの YouTube だったの。 YouTube 登録必要ないじゃないですか、お金かからないし見るの。もちろんね、あのネットね、その電気代とかかかるけどさ、そこは、まあ、そこを省いた場合は自分の意思だけで始めることができるので、で始めたっていうのと、もう一個は地域格差って言って、やっぱり都会の方が塾とかの量は多いし、圧倒的に、で地方に行けば行くほど塾ってないのね、本当に本当にない。予備校とかもそうですけど、そうだから、でも地方に行っても、ね、ものすごい山奥とかだと厳しいかもしれないけど、ほとんどネットってのは繋がるじゃないですか、日本なら。だからその地域格差ももうね解消できるというか、気にせず本当も子供たち学生の意思だけで選べるっていうのを作りたくて始めたのね、そうこの活動は。だから自分からしてみればこう貢献したいっていう、子供たちのために、子供たちのためにっていう、それだけを思ってやってたのに、めちゃくちゃ悪口を書かれるっていう、叩かれるっていう。で、俺何のためにやってんだろうみたいな。で、最初はね、再生回数が1日もう20回とかの世界だったの。1日だよ。24時間で20回とか。で、そのうち俺が何クリックかしてるから、きっと。動画チェックしようと思って見てるからさ。で、あ、もう実質10回とか。1日ね。そう、全然やっぱ見てももらえないし、そう当初はさ、自分の動画が悪いとかっていう発想がないから、まだいいことしてると思ってるのになんで怒られてんだろうとかね、そうそんなもううわーっていう状態で、でもひとまずやれるとこまでやろうって決めてたからね、走ろうって思って走ってたんだけど、でちょこちょことコメントもらえるようになって、そのあったかいコメントね、わかりやすいですとか、そうそうそう、ありがとうございますって言われるようになって、それがね、もうどんだけ嬉しかったか、ほんと。でもその嬉しさっていうのは今も変わらないっす。やっぱ今でも、外でなんか鳴ってるね。今でもやっぱすごく嬉しいし、今ね、ちょっとコメント返せなくなっちゃいましたけど、全部全然ね、返せなくなっちゃったんだけど、でもやっぱり、アンチコメントも含めて読ませてもらってるので、そう読んでて、やっぱり、そのコメント、みんなからもらってる元気とかエネルギーに支えられて、ここまでやってこれたなっていうのはすごく思います。そうだから、もうとにかくありがとうが言いたいと思って、今回このダラダラジオを撮らせてもらっております。5年目になってもね、特に変わりません。年が取っていくだけで、俺が27歳で始めた、ね、この活動ですけど、もう31になってね、だん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 こう年も取っていきましたけど、変わらずまだまだね、取り終えてないものたくさんありますので、一本一本とにかく丁寧に、でたまにね、編集しないんですかって言われることもあるんですけど、この勉強動画に関しては今んとこやっぱ編集をしないっていうのがこだわりなのね。でなんでかっていうと、学校の先生とかさ、みんなが実際に受けてる授業って編集なんてないでしょ、学校の。そうだから、そう編集をしたくないな、授業ってのは編集するべきもんじゃないなっていうふうに今は思ってて、であとはこう YouTube って、まあ、みんながスマホで見てるね、スマホで見てるのかパソコンで見てるのかはわからないですけど、やっぱり機械を通して見てるので機械的なものになっていくじゃないですか、当然なっていくと。でも、まあ、これからね、そのロボットがさ、仕事、人間がやってる仕事をこう変わっていくっていうふうに言われてますけど、もちろん教育も多分そうなっていく、どんどん機械化デジタル化になっていくとは思ってますけど、でもやっぱり本質は人と人が作るものであってほしいの、教育は。その人の体温が感じるものであってほしいとすごく思ってる。だから学校の教育とか塾でね、塾の教育に自分の活動が変わることはできない、絶対。だってそこは人と人がいるんだもん。俺はみんなに会うことはできないからさ。そう。だから学校教育とか塾の教育を超えようなんてさらさら思ってないし、自分はただ単にサポートというか補助のね、役割でいるべきだと思ってるから。でもその機械的なところでね、パソコンを使ったりとかスマホ使ったりやるけど、でも編集をしないことによって自分普通に動画内で噛んだりとかさ、つまずいたりとかちょっとミスしたりするじゃないですか。でそういったところも含めて、なんか体温じゃないですけど、なんか人が作ってるもの、教育の本質、自分が思ってるものを少しでも残したいなと思って、これからも編集なしでやっていきます。派手にミスったら撮り直すから、ちゃんと。そうっていうスタイルでね、やっていこうと思ってます。なのでなんか特にね、これを話そうって決めずに喋り始めたんで、なんかまとまりなくなっちゃいましたけど、
とにかく本当に4年間ありがとうございました。そして、これからも、ね、引き続き授業動画一歩一歩ね撮ってアップしていきますので、今後もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、今回はハイチのダラダラジオ第145回、4年間のありがとうというテーマで喋らせていただきました。今回もね、ちょっと長くなっちゃいましたけど、聞いていただいてありがとうございました。で、次回というか今週末はですね、また通常運転で、まあ勉強の話かな。ちょっとテーマ3つぐらいで迷ってるんで、まだ決めてないんですけど、また何か喋りますので、もしよかったら次回の方も聞いてみてください。では、今回はここで終わります。以上です。ありがとうございました。